腸活ダイエット整体師の佐藤澄香です。健康やダイエット効果の高いリンゴ酢、毎日召し上がっていらっしゃいますか？ぜひ私と一緒にリンゴ酢ダイエットを続けていただきたいと思います。そこで今回の動画ではマイナス10キロリバウンドなしの私がおすすめするリンゴ酢ダイエットの効果をさらに高める美味しいリンゴ酢レシピがわかるんです。もしあなたがリンゴ酢のダイエット効果をさらに高めて美味しく食べながら健康で綺麗に痩せたいって思っていらっしゃるようでしたら、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。簡単にできるリンゴ酢ダイエットレシピご紹介します。話の流れはこちらです。1つ目です。なぜこのレシピで痩せることができるのか、その痩せる効果と、2つ目、リンゴ酢ダイエットの簡単レシピを具体的に材料、作り方、食べ方、注意点の順番でお伝えしていきます。では1つ目の項目です。なぜこのレシピで痩せるの、ということで痩せるポイントが4つあります。1つ目です。このリンゴ酢レシピ召し上がっていただきますと、あなたの腸内環境がもうめちゃくちゃ整います。もうね、すっきりデトックスなんですね。でどんな状態かと言いますと、痩せ菌って呼ばれる善玉菌たちがちゃんとそのまま元気であなたの腸内で、まあ、暮らしてくれる、まあ、簡単に言うとこういった状況を作ることができるんですね。その結果あなたは根本的に痩せ体質に生まれ変わりますし、自然と食欲も収まったり、健康になったり、イライラが収まったりですね、もう本当に心も体もリセットしていくことが実感としてお分かりになると思います。2つ目です。食物繊維がたっぷり含まれた一品のレシピになっております。もうこれもすごく大事。食物繊維をしっかりと摂ることが大事なんですね。毎食毎食しっかりと食物繊維がもう食事の半分ぐらい割合占めるぐらいしっかり食べていただきたいと思います。3つ目、あなたの食欲を抑えることができます。これすごく大事ですね。どうしても食べてしまう方っていますよね。それはやっぱりバランスが取れてないからなんですね。しっかりと栄養が取れていれば食欲はちゃんと収まります。でその結果ちゃんと腸内環境も整いますし、やはりですね、食欲のコントロール大事になってきますから、ぜひここで食欲を抑えることができるリンゴ酢レシピ食べていきましょう。8つ目、血糖値の急上昇を抑えてくれます。すっごく大事ですね。血糖値が上がり続けたままではずっと脂肪をね溜め込んでしまいますから、いかにそこを抑えていくことができるかできないかで太るか太らないかが変わってきますので、ぜひ血糖値の急上昇もここのレシピで抑えていきましょう。では2つ目の項目です。簡単にできるリンゴ酢のダイエットレシピということで、ここからは材料が持つそれぞれの痩せる効果、材料、作り方、食べ方、注意点、この順番でお伝えしていきますね。もう何といっても皆さん、リンゴ酢です。でリンゴ酢の効果っていうのは、もうとにかく脂肪がどんどん燃えて基礎代謝が上がって、その結果脂肪を溜め込みにくくしてくれたりとかですね、あとは酢酸の働きが一番強いのがリンゴ酢なので、たくさんあるお酢の中でも健康的で綺麗に痩せたい方はやっぱりリンゴ酢がおすすめです。そのことで腸の動きが活発になってくれて、余計な太るもと老廃物をこうどんどんデトックスすることができるからなんですね。そして満腹感も得やすいから食欲を抑えることができる。しかもカリウムが豊富なので、見た目がねむくんだままだと太って見えますから嫌ですよね。そこをしっかりとむくみ改善デトックスするためには、このリンゴ酢絶大な効果を発揮してくれますので、ぜひ飲んでください。でこのリンゴ酢はですね、他にも疲れにくくなりましたとか、基礎体温が上がったとかで、ね、嬉しいコメントいっぱいいただいてるんですね。なのでそういった健康効果も高いのがリンゴ酢になります。そんな健康とダイエット効果が高いリンゴ酢なんですが、注意です。何か、実は太ってしまうリンゴ酢とちゃんと痩せるリンゴ酢、これ違うんですね。でポイントはもうズバリこれです。純リンゴ酢を買ってください。ポイント、原材料がたった一つだけでできているものです。ちゃんと裏にね原材料書いてますが、ここをチェックしてくださいね。何か、国産のリンゴ果汁でできている 100% のみのこの純リンゴ酢ですね。でできれば有機栽培とか JAS マークですね、オーガニックのものがもちろん安心安全でさらにおすすめです。まあ、要は無添加のものですね。でたまたま今この手にしたのはミツカンの純リンゴ酢なんですけども、別にメーカーは問わないです。ポイントはリンゴ果汁 100% のみでできているリンゴ酢かなっていうところをチェックしてみてくださいね。そして今回はこれからの季節にぴったりなナスを使っていきます。ナスすごいんですよ、まあ、もちろん低カロリーですし、ナスにも
カリウムが豊富ですからむくみ改善効果もあるんですね。リンゴ酢とダブル効果です。しかも脂肪の吸収を抑えてくれたり、同じく血糖値の急上昇を抑えてくれるので脂肪を溜め込みにくくしてくれるお野菜なんですよね。でしかも抗酸化作用で、ナスリンという成分で老化防止にもなりますし、アンチエイジングですね。あとコリンという成分で、ストレス解消効果もあります。なのでストレスがすごく強くかかっている方はやっぱりストレス食いして食べちゃうので、ストレスが多いなという方はぜひ、ナスを積極的に召し上がってみてください。はい、そして甘味料はですね、蜂蜜を使います。ここで間違っても白砂糖で代用とかしないでくださいね、太りますから。なぜかっていうと、蜂蜜は脂肪燃焼効果がありますし、なんといってもですね、オリゴ糖が含まれているので腸内環境が整います。でまたね、すごく栄養価が高いので、結局栄養不足の方は痩せませんから、しっかりと蜂蜜の栄養を取ることで、痩せるホルモンですねの材料が栄養ですから、ここでしっかりと栄養を補給していきましょう。はい、そしてオイルはですね、オリーブオイルを使っていきますよ。できればですね、バージンエキストラオリーブオイルのいいオイルですよね。でここで間違ってもサラダ油なんか使っちゃダメですよ、太りますからね。しかも健康に良くないです、なのでしっかりと本物のね、少量ですから、オリーブオイルを使っていただく方がもう断然腸内環境を整えることができるんですね。なぜかっていうと、やっぱり腸内環境を整うためのですね、オレイン酸で便秘改善効果が非常に高いのがこのオリーブオイルなんですよね。で加熱しても OK です。でまたポリフェノールも豊富だし、満腹中枢を刺激してくれるので、オリーブオイルを摂ることであなたの暴走する食欲を抑える効果もありますから、ぜひサラダ油などを使わず、もう常にお料理にはオリーブオイルとして置き換えてくださいね。ではここからレシピの材料をご紹介します。こちらです。ナスのリンゴ酢煮になります。で材料は今回3人分で調整しています。ナスはですね、5ミリの輪切りにカットしたものを3本ご準備ください。でしめじはほぐしたものを2分の1カップです、半分ですね。であと調味料なんですが、 A という形でまとめました。純リンゴ酢大さじ1、蜂蜜大さじ1で、醤油これも無添加でお願いします、大さじ2分の1で、あとお水が大さじ2、あと最後にオリーブオイルが大さじ3と、この材料をまずはご準備ください。ではここから作り方です。超簡単です。もう私は簡単にできて美味しくて続けることができるというこういったレシピが大好きなので、私のこの YouTube チャンネルではそういった簡単にできる美味しいレシピたくさんご紹介しています。で今回はですね、1つ目、鍋にオリーブオイルをひいて、ナスとしめじをまず、中火で炒めてください。で2つ目、炒めて火が通ったら、その今の鍋にですね、先ほどお伝えした A でまとめた調味料ありましたね、それをすべて加えて混ぜて蓋をしていただいて、弱火で蒸し煮をします。でポイントは3つ目、ナスに火が通ったなと思ったらもうあっという間に完成です。さあいかがだったでしょうか。今回はダイエット効果、健康効果の高いリンゴ酢を使った美味しい腸活レシピご紹介しました。ぜひ日々のお食事にお役立てくださいね。そしてこのお話役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、また実際に召し上がった感想などコメントいただけますととっても励みになります。それでは次回の動画でお会いしましょう。